岡山県流金川高等学校は、岡山県岡山市に、かつて存在した、県立高等学校である。本校と岡山県立福渡高等学校を、再編した岡山県立岡山水戸高等学校が2005年に開校したことを受け、2007年に閉校した。なお、岡山県立岡山水戸高等学校は、本校の施設を継承したものである。 前身である私立岡山普通予備学校及び私立、幼中学校についてもこの校で扱う。旧正岡山中学校の入学希望者に大使予備的教授を行う学校として、岡山中学校及び岡山市半学校の教師らにより設立された。当初、岡山市都議屋町にあった薬師院境内の防災会を使用したが、火災のため1888年に、 岡山県人城市販学校内に移転。さらに1889年には、薬師院隣にあった岡山寺。1892年には、岡山市師井にあった長園寺と移転を重ねた。公明についても、設立当初は、私立岡山普通予備学校。1886年には、私立普通学校。1888年には、岡山普通学校と変遷した。 1899年、岡山市内山下に移転し、公明を市立幼中学校と改めた。この校地は、当時校長で、旧岡山藩画廊であった男尺、日置健太郎が、邸宅地を提供したものであり、さらに旧藩主池田小生の資金援助を受けていた。現在、この場所は、岡山県立図書館となっている。三年生の本校を卒業した者は、 岡山中学校の4年へ編入する試験を受ける資格が与えられた。しかし、生徒数の増大により岡山中学校もすべてを受け入れられなくなり、また、生徒に岡山中学校へのライバル心が調整され、独立した中学校への改層を望む声が高まるようにもなった。これを受けて日置は中学校への改層を模索した、なおこの頃、山田工作が在学している。 日置家の領地であった水戸軍近川村は明治維新以降衰退しつつあった。そのような中で、日置が中学校開祖の塔を探っていることを知った村は村交流のためもあり、中学校の誘致、校舎の提供を申し出た。日置はこれを受け、同年12月末に幼中学校を廃止し、1904年1月、神奈川村に校舎春工同月、私立金、 川中学校を開校した。日置は、その後校長を辞し、後に校主も退いた。その間、本校は、日露戦争後の強行等により、経営難を繰り返し、1919年頃には、経営への遺憾の声も上がったが、反対の声が上がり実施されなかった。しかし、1922年、職員の悲鳴をめぐって、同盟休校が勃発し、前後策として、 翌1923年、一時的に町立に移管。1924年には、町の手を離れ、財団法人による経営となった。なお、大正末期以降、台湾の中学校等を卒業した、私費留学生を受け入れており、1946年までに224人の外地の卒業生を輩出している。戦後、学生改革によって、私立金川高等学校となったが、 再び経営が困難となった。さらにこの頃、従来から神奈川にあった公立の青年学校が、同じく学生改革によって、水戸郡、神奈川町外六仮村組合立水戸高等学校に移行されたものの、新生高等学校の設置基準に適合させることが難しい状況が発生していた。そこで、組合立移管による両校の統合によってこの問題を解決することになった。 1949年4月統合、5月には、公立岡山県近川高等学校開校式が、挙行された。同年6月、学区制の再編成案が発表されたが、小学区制を採用した岡山県の同案は、本校が考慮されたものではなかったため、計画の見直しを求める運動が展開された。学生は本校を考慮したものへ、変更するよう答申がなされたが、その答申は、 本校の県営への遺憾をも勧告するものであった。1952年、岡山県流金川高等学校となった。ありがとうございます。